人間は誰も知らない人形だけの世界を舞台に、頭の取れたオンボロ人形ヘッディが取れた頭を武器に大暴れするアクションゲーム。それがこのダイナマイトヘッディだ。ヘッディは取れた頭を交換することで様々な特殊能力が使えるようになるんだ。例えばこのように小さな頭にすると、それまで通れなかったようなところもスイスイと進めるようになるぞ。またこのダイナマイトヘッディではアクションゲームだけでなく、このようにシューティングゲームのようなステージもあるんだ。ヘッディの頭が軸となって飛び回るぞ。ここはボーナスステージ。ボールをタイミングよくゴールに入れれば OK だ。満点のアクションゲーム、ダイナマイトヘッディは6800円で8月5日発売予定です。